空が青いな。はい、おはようございます。本日は5月の11日の日曜日、はい、ということで、今日もですね、前回引き続き、リタイムさん&緑園さんご提供の、ソーラー発電工事を、行っていきたいと思います。はい、今日はですね、屋根上のパネルがついて、で下まで配線を落としましたんで、そこから分電盤の方まで配管を延長いたしまして、はい、そして、中に入れて、いよいよ、結線とハイブリッドインバーターとバッテリーのつなぎ込みということになりますので、はい、今日も一日よろしくお願いいたします。ご安全にということで、ゲッツ。 This program is brought to you by Retime and Requiem。 はい、ということでね、今日はですね、いよいよ、屋根上から、引き込んできたPV、ケーブル、PV ケーブルというのは、ソーラーパネルから、出てきている、ケーブルということでございます。そのケーブルをね、今140ボルト出てますからね、はい、感電しないように気をつけながら、室内の方にですね、はい、引き込んでいく工事となります。まずね、屋根上の、状況を確認いたしまして、そしてこちら屋外の方からですね、はい、屋根上の、引き込みやすい場所を探してですね、はい、そこに、屋外の配管を持っていきまして、そこから室内の方に、入れていこうということで、やっております。はい、ね、こちらがプールボックスと言われるものでございましてですね、まあ、ジョイントボックスとも言われますけれども、こちらを、まず取り付けいたしましてですね、はい、そこからですね、室内の方に穴を開けていきます。はい、でこの位置がですね、室内に穴を開けますので、まあ、雨がね室内に入らないように、気をつけながら取り付けいたしまして、はい、そこに PF 管というね、電線管を取り付けていきます。そしてね、前回まで、途中までね配管していたもの、こちらもね足りなかったもんですから、追加で購入いたしまして、はい、そしてね、配管を延長させて、取り付けしております。ね、まあプロでね、電気工事をやっていた頃はですね、やはり材料の拾い出しっていうのがね、死活問題になりますんで、やはりね、しっかり材料の拾い出しをして材料を用意してですね、はい、やらないと、足りないから翌日なんてね、そんなことは悠々ちょなことはね言っておられませんでしたが、やはり自分ちのね工事となるとね、ああ足んないやみたいな感じでね、まあ、ルーズになってしまいますね。はい、ということで非常にね、ルーズですけれども、はい、これでやっと配管がね、終わりましたんで、こちらのプールボックスから、ケーブルを通線していきます。はい、このぐらいのね、距離だと、ケーブルをね、片方から送り出して、はい、線をですね、通すことができますけれどもね、もうこれ以上長くなってくるとですね、直接ケーブルを、送るということがね、
はい、できないんですよ実は。ですのでワイヤーのスチールと呼ばれる、まあ、今名前なんていうのかちょっと分かりませんが、まあ、いわゆるワイヤーのようなものを一回予備線で入れまして、はい、そこにケーブルをつけて、引っ張るという作業が必要となってまいります。はい、こちらがねケーブルを送り込んでおる映像となります。はい、こちらがね、通りましたので、引っ張っていきますね。はい、でこの時もね、まあ、大体2人でね、電気工事するケースが多いと思います。はい、そうするとね、ケーブルの送り出ししてくれる人と、手前で引っ張る人で、せーの、ほい、せーの、ほいみたいな感じでね、声を出しながらですね、昔よく通船しておりました。はい、ということでね、室内の方にね、はい、ケーブルを送り込んでおります。はい、これでやっとね、ケーブルの通線が終わりましたね。はい、そしてプルボックスのところにですねうまくケーブルを丸めまして、はい、このねプルボックスも、まあ、ジョイント何本もねケーブルジョイントすると、小さいプルボックスだと、合いませんので、ちょっと大きめを用意した方がよろしいかと思います。はい、そしてね、こちら側は、ケーブル足りませんでしたので、ここでジョイントとなります。はい、こちらはね、圧着いたしました。はい、コネクターがね、接続するとちょっとこのプールボックスの中に入りませんので、はい、直接、圧着して、はい、止めました。ということでね、はい、圧着接続が終わりましたので、プールボックスを蓋を閉めていきます。はい、しっかりね閉めたのを、確認いたしまして、これでね、屋外の配線配管は以上ということになりますね。はい、再びネオシール工場でございます。ね、電気の配管を、はい、これね、家の中に貫通した場合ですね、はい、こういう、まあ、いわゆる粘土ですね、ネオシールという専用の電気工事屋さんはみんな使ってるという、ものを、よいしょ、よいしょ、すると雲とか虫とか入ってこないということで、これがネオシールというものでござりんす。はい、終わりで蓋閉めます。はい、またね、隣のアイスクリーム屋さんから、お裾分けいただきました。いちごのパフェといちご盛りだくさんだな、これ。これ相当高いや、多分。
そう、いつものアイスコーヒー、ジュックコーヒーさんかなのアイスコーヒーでございます。いつもありがとうございます。 This program is brought to you by Retime and Requiem。 はい、ということでね、室内の方に戻ってまいりまして、はい、いよいよ、リータイムさんの、バッテリーですね、リン酸鉄リチウムバッテリー、はい、こちらを、移動してきまして、そしてこちらがね、ハイブリッドインバーターになっております。これのね設置、まず配線はしませんので、まず機器の設置、から行っていきます。はい、それではね、屋外から、こちらの中に、PV のケーブルを引き込みまして、そしてバッテリーをまずこちらに設置しようかなと思っております。はい、で、こっちの方がいいかな。うん、まあそれと、これがハイブリッドインバーターなんですが、こちらはね、この壁面につけて配線しようかなと思っております。はい、それではね、まず、あれ随分小さい、あれなんだね、ハイブリッドインバーターを開けていきたいと思います。はい、ではハイブリッドインバーターを開けていきたいと思います。はい、こんな感じですね。で、ここが多分 PV で、ここがバッテリー、そして AC イン、AC アウトということですね。はい、じゃあこれを壁につけるには、よいしょ、ここで引っ掛けるしかないのかな。あ、結構穴が開いてますね。ああ、なるほどね。はい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 、はい、ということでね、壁を見上げながらね、考えておりますが、何を考えているかというとですね、屋根上から引き込んだ、ケーブルをですね、インバータまでどうやって持ってこうかなと考えております。で、それにはまずね、ハイブリッドインバーターを、まあ、壁付けしてですね、設置してから、そして配線ルートをどうしようかなと今考えておる次第でございますね。はい、ということで、これもね、ハイブリッドインバーターも重いので、ちゃんと下地があるところにビス止めしております。This program is brought to you by Retime and Requiem。 はい、ということで、こちらが本日の作業内容となります。屋外のね、屋根上から引き込んできた、PV のケーブルの配管配線、そしてこちらから室内の方にケーブルを入れ込みました。はい、そして室内側ね、ハイブリッドインバーターが設置が終わりまして、あとバッテリーもね、下置きまして、はい、そして配線をね、どうしようかなと、次回になります。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、配線を、外の配線ね、壁側の配線を持ってきて室内に入れました。はい、でケーブルを落としようかなと思ってたんですが、
まずやっぱりインバータを壁にきちんと セッティングして、はい、でそれからバッテリーの位置も決めて、はい、でちょっとね分電盤がね、今何回やろ6回やろぐらいしかないので、はい、それを、次回ですね交換して、はい、それで、つなぎ込みやっていきたいなと思っておりますということで、ちょっとまだまだ続きますけれども本日も以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ゲッツ。